オペル。1929年以降は、ゼネラルモーターズ、GM の100%子会社となり、イギリスを拠点とするボックスホールと共に、GM の欧州ビジネスを担ってきた。2017年、PSA プジョーシトロエンによる買収が報じられ、同年3月6日、正式に買収が発表された。創業者は、アダム・オペル。 1837年から1895年、ミシン、自転車の製造を経て、創業者、没後、5人の息子たちによって1899年に自動車製造を開始、ルッツマンやフランスのダラック車をライセンス生産して技術を習得し、1902年に独自開発車を完成した一方で、モーターサイクルも製造したが、 後年に事業を NSU に売却している。早くからフルライン化を進め、第一次世界大戦勃発以前の時点で、ドクトルバーゲンと呼ばれる小型車からメルセデスに被験する高級車、高性能レーシングカーを製造する有力メーカーでった。第一次世界大戦後には大量生産型の大衆車、ラウフプロッシュ、通称でアマガエルのイ、シトロエンから 同社の先行モデル 5CV に設計が酷示していると訴えられたなどの成功で当時のドイツ国内最大手自動車メーカーの地位を確たるものにした。1920年代後期にはロケット動力自動車による速度記録達成の試みも行っている。しかし、不況下でドイツへのアメリカ資本流入が激化すると 1929年には欧州進出構成を強めていた GM 資本を受け入れ、1931年には GM の完全子会社となった。以後の中級者以上の製品にはアメリカ的な設計やデザインの要素が色濃くなり、1930年代のドイツにおいては比較的進んだ技術を導入するメーカーになった。第二次世界大戦初期に GM は ナチスの圧力で権利を放棄し、軍需向けに中型トラック、ブリッツなどを製造していたが、1948年には GM が経営権を回復した。第二次大戦後もトラックと小型中級乗用車の生産で、ドイツ市場での一定地位を保ち続けていたが、フォルクスワーゲンタイプ1、通称 B イートルに競合する小型大衆車を長らく出現させていかった。 しかし1962年、新設の防腐無工場生産で、新型、カデット、士官候補生。戦前にあった名称の復活を登場させ、ビートルとの販売競争を展開した。このカデットは、FR の極上式的な設計ながら、手頃な価格や広い室内とトランク、信頼性の高さで人気を得た。以後、オペルは、小型車カデットから、中型車、 レコルトとその上級仕様、コモド、大型高級車、アドミラル、ディプロマートまでを要するフルラインメーカーとなった。1970年代、親会社 GM は一つのプラットフォームから世界中で販売できる車種を設計するグローバルカー、世界戦略者構想を展開、T カーとして構想された第3世代のカデット2、カデット C には、イスズジェミニア、 シボレー・シェベット、アメリカとブラジルでは仕様が異なるなどの派生車種が登場した。1980年代、日本のメディアに日本車の資格と騒がれたアメリカ製小型車、シボレー・キャバリエ等のベース車となったのが、1983年、グローバルカー構想の第二弾、J カーとして登場したアコナの第三世代、アスコナシーであり、この日本版は、イスズ・アスカである。 イギリスでは、オペル社の一部が、同じく GM の完全子会社であるボックスホールのブランド名で販売されている。2009年親会社である GM は経営破綻、同年6月1日に連邦倒産法第11章の適用を申請した。これに先立って、オペルの売却が検討されており、フィアットなどいくつかの候補が上がった後、同年5月30日には、 カナダの自動車部品会社の大手マグナインターナショナルやロシア貯蓄銀行、ズベルバンクなどが参加する企業連合へ過半数株、発行済み株式の55%が同年中に売却されことが決定した。しかし、同年11月に GM はオペル売却の決定を撤回し、自力再建を目指すことを発表した。これに対し、 ロシアのウラジーミル・プーチン首相は相手を馬鹿にした態度、交代やあり方をあらかじめ考慮しなければならない。これは教訓だと GM を通列に批判した。2017年3月6日、グループ PSA が GM から同社姉妹ブランドのボクソールや欧州展開の金融事業を含め計22億ユーロ、約2600億円で買収すると発表した。 第二次世界大戦前の時期においては1927年に大阪市大小区に工場と共に設立された日本ゼネラルモータースが販売を行った。しかし同大戦の勃発に伴い1941年に閉鎖となった。戦後は1950年代から東方モーターズが日本総代理店となり輸入、販売が行われた。1960年代には 日本車に対する商品力が低下、さらに排気ガス規制への不適合から1976年末をもって輸入が中断された。その後も、東方モーターズは輸入権を保持しており、1983年万多の輸入販売を再開した。続いて、アスコナ、レコルト、セネター、カゲット、コルサ、日本名は異なるなどを導入したが、 いずれも少数限定枠を利用しての輸入であり、この時期同社が輸入販売した車種に運輸省の形式認定を得ていたものはなかった。1989年からは当時 GM グループであったい鈴自動車も輸入販売を開始したが、取扱車種はベクトラ、オメガ、セネターに限られていた。1九9三年輸入権は柳瀬に移行し、東方モーターズとイスズによる 輸入販売は終了した。ヤナセは1992年末をもって、フォルクスワーゲン、アウディの輸入、販売から撤退しており、それに変えて、オペルの販売を行う格好であった。販売は、ベックトラ、オメガ、アストラから開始され、1994年には、カリブラが発売された。1995年には、コンパクトカー、ビータ、現地メイコルサが発売され、 エアバッグや ABS などを装備しながらも輸入車としては低価格の150万円台から販売されて人気を得た。また同年には自動車メーカーとして初めて日本語の公式ウェブサイト www.opel.co.jp を開設した日産自動車がオペルに続いた。1996年には オペル社の年間登録台数は38,339台に達していたが、日本車などと比べて燃費が悪い上に、故障の多さがユーザーに敬遠されるなどして、販売台数は急減。1999年には登録台数2万台未満となった。2000年に輸入券は日本ゼネラルモーターズに移管された。2001年、GM は日本での直営ディーラーも GM オートワールドを設立、オペルの販売をめぐってヤナセとの間に確執が生じた。GM はタイで現地生産されているザフィーラを当時の富士重工業、現在のスバルに供給。タイ製ザフィーラはスバルトラビックの名称でヤナセで販売されるザフィーラより低価格で販売された。ヤナセはオペルから他社ブランドに販売の力を移し、オペル取扱店を削減した。 一方の日本 GM は販売網の確立に失敗し、結果的にオペルの販売台数は激減した。日本 GM は低価格モデルであるビータ、現地メコルサの輸入を打ち切り、それまでの低価格路線を変更して値上げしたが、メルセデスや BMW に価格帯が近づいたことでオペルの販売台数はさらに低迷。故障が多く修理費用も割高であること。 それによる中古車市場での人気低迷とリセールバリューの低さ。さらには、折からの輸入車ブームにより目が超えた日本のユーザーから他のドイツ車と比較して地味であり、信頼性や高級感も劣りプレミアム性にも欠けるブランドと認知されてしまったことなどから、オペルの日本での販売は激減した。ブランド価値が崩壊し、もはや日本でのオペル車販売を維持することが難しくなり、 加えて、親会社である GM の経営悪化も深刻化したことから、GM アジアパシフィックジャパン、グマプッジは6年5月8日に在庫限りで、オペル社べての新車販売を終了すると発表した。グマプッジは、オペルは GM の欧州地区限定ブランドとして生き残っていく、と発表した。1983年から2007年の日本における、 オペル新車登録台数の推移は以下の通りである。経営破綻前の GM は前日の通り、オペルを欧州地区限定ブランドに位置づけており、2010年時点で欧州以外でのオペルブランド車の販売は、中東諸国、南アフリカ共和国、アジアの一部、中国、台湾、香港、マカオ、シンガポールのみとなっている。オペルの一部車種は、オセアニアでは、 ホールデン、アジアやラテンアメリカなどではシボレーにリバチされて販売されてきたが、これらは2000年代に順次 GM ダイウシャベースへ代替が進められていた。その一方で2000年代にはサターンとの車種統合が進められた。サターンはベルギーウェルペン工場からアストラを輸入して北アメリカ地域で販売を行い、逆にオペルはアメリカ合衆国。 デラウェア工場からサターンスカイを欧州に輸出してオペル GT として販売した。またアンタラとサターンビューは兄弟車となった。しかし経営破綻寸前だった GM はつなぎ融資獲得のため2008年12月に経営再建計画を発表しサターンはリストラ対象とされた。これと前後して今度はビュイックブランドへのリバッジが進められインシグニアが 中国市場に、あとに、北アメリカ市場にも、ビュイックリーガルとして、またアストラが、中国市場にビュイックエクセル XT として、それぞれ導入された。2010年8月、オペルが、中国やオーストラリアなど、欧州以外の地域へのブランド展開を検討している、ことが報じられた。翌9月には、チリへの輸出が2011年から、開始されることが正式に発表された。 続いて、イスラエルにも2011年春に進出を果たした。一方、オーストラリア市場には2012年8月に進出したものの、価格競争への追随やブランド認知度の向上のための投資が要求されるなど採算が取れないことから、わずか1年で撤退が決定した。若子、日本に導入されたことのある車種、第二次世界大戦後に発表された車種を列記する。 は日本に導入されたことのある車種、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。